ハロー皆さん、どうもスマブラ SP やっていきたいと思います。でね、今回は2019年4月18日に、アップデートが実施されて、まあ、バージョン 3.00 になったわけですよ。 3.0.0 か、正式に言えば。で、まあ、それに伴い、まあ、情報修正されたキャラも、下方修正されたキャラもいるということで、それをね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、トレーニングかな。うん、まあね、僕、逆ビップ勢なんで、下手くそなプレイとかが見るのが嫌な人は、右上の×ボタンを押すか、ブラウザバック推奨でございますよと。で、今回もね、CPU レベルなんぼか、わからんけど、そいつら相手にやっていきたいと思います。オンラインはやりません。ということで、ね、誰まず使うていこうか。まずカービィですね。カービィが情報修正されてるんで、またね、またですわ。もういつも、アップデートされるたびに情報修正されてるキャラではあります。で、これ、相手キャラね、吸い込みのあれが、誰かな、なんかカービィがコピーして可愛いキャラって誰がおる？ピチュー、ピカチュー。まあ、ピチュー、ピカチュウがめちゃめちゃ可愛いと思うんやけど、まあ、ここらは誰でもいいか。まあ、ピチューにしとこか。俺、ピチュー、ピカチュウよりピチューが好きなんで。はい、プリンでもいいな。似た者同士。まあ、でもね、見た目的にはやっぱピカチュー、ピカチュウ、ピチューがね、いっちゃん可愛いと思う。うん、いっちゃん可愛いのはこの2匹。2匹っていうか、ピカチュウ、ピチューね。お、可愛い。可愛い者同士。ゴーグルピチューが一番思考なんやけどな、俺の中で。まずカービィですが、隙を減らす、通常空中攻撃の、これ隙をなんか減らされたと。いや、これもともと、なんかな、隙そんななかった気するんやけど、さらに隙減らされたらしいですね、これ。ええやん。まあこれ、使おうとると思うんですよ、皆さん、カービィ使いの人。僕はめちゃくちゃこれ使うんですけど、ね、これとかこれとかこれね。えい！で、上スマ、高い攻撃力、低い攻撃力うんぬん。まあ、普通に良くなったらしいですね、これ。うん、で、下投げ、下投げの、攻撃力を上げた。で、通常必殺技、ダメージを受けた際にコピー能力が解除されない時間らしいですね。だから今までだったらな、もうほんますぐになんかな、攻撃黒たらよ、カービィが。カービィ側が攻撃黒たら解除されてたんやけど、それがまあ解除されなくなったと、なかなかね。まあ微調整なんで、そんな体感ないようわからんと思うけど。で、上必殺技、崖つかまり判定が出るタイミングを早くしたと。まあ、これはようわからんな。まあ、いいんじゃないですか。相手のね、この攻撃を、まあ、食らわなくなったかもしれん。っていう感じですかね。はい、じゃあ、CPU 相手にやっていきますか。トレーニング終了です。カービィはこんな感じです。ちょっと待ってね。これスマホの、今スマホで俺見とるんやけど、これスマホ、省電力設定なってないんじゃん、これ。なっとるな。OK、じゃあやっていくか。いてこましたろか。誰かをな。うん、CP ランダムで。終点でやってます、今回は。うん、いつも戦場なんですけど。今回はね、サムネを取りやすいように終点で、やります。ステージはランダム。ちょっとまだこれね、ジョーカーが出てないんすわ。うん、これバージョン 3.00 なんですけどね。e ショップに繋がらん。重すぎ。カービィ！レベル9でやっていきましょう。まあ、加点可能性の方が高いけどな。やっていきましょう。まずは誰かなと。まず誰ですか。お、ポケモントレーナー女の子バージョンか。ええやん。不思議そうで食った。まず、まあ、まずコピー能力は使いませんよ。カービィ使うの久しぶりやな、これ。まあ、基本的に、あ、違う、ちょっとカービィ久しぶりやな。ミーファイターばっか使っとったん、おっとおっと、まだお前、これ、ここでファイナルファイター、どっちにお前打っとんねん。やばい、カービィさらに下手っぴになっとる。ただだ、ここからですよ。
これはもう無理ちゃうか。ノー、泣きの一声、泣きの一声って何。やっぱ低パーセントからやと前投げからのし、これがええかな。空中下、うん、もしくは空前。あー無理か。ちょっと空母を狙っていきたい感じではある。おいー、さあもうここはね、あ違う違う、できん。ちょ下投げ狙うか、うん、せっかくな。ちょコピーはあんまり。おっと、ゼニガ、ゼニガミにしてきやった。あー OK。ちょっとこれ空中回避挟んでいった方が良かったか。あー回避してもうた。ほうちょこれまだ低パーセントやからな、前投げからのコンボつながるで。こうもっと振ってってえわ。こうお前いきなりな、負けるわけにはいかへんぞお前。はい、ここでストーンね、うん、おっと上スマ、上スマがヒットせず、これは負ける可能性がある。まあ今回はカービィ界なんでね、他の、あっちゃちゃジャブちゃう。お前マジか、新しすぎだろ。ちょこれちょっとストーンやめとこ、うん、自滅する可能性がある。くよっしゃ、久しぶりになんか空母ヒットしたような気がするぜ。ふうふう、しばくぞお前、やめろやめろやめろ。ふう首長、しばかれました。逆にお前どつかれてるやんけ俺が。ええやん、うん、かわいい、カービィ拍手かわいいなこれな。いつ見てもどんな構造になったんやろこれ。手がよ。さあまず初戦はね、きっちり負けていきました。負けていく感じです。さあやっていきましょう。だからこれオンラインは嫌なんですよ私ね。 CP レベル9相手にこれやから。さあやっていきますよ。もうあだまだね、うん、まあ、サムネはな、もう取れる。だ勝った試合をリプレイデータに保存してサムネを作るというクソめんどくさい作業が待ってるんで、うん、まあ、スマブラ SP を録画しててね、一番めんどくさいのはサムネ作業や、うん、ちょっと投げからの、いやーこれはつな、今の空中回避は甘いや。よし、これもダッシュでとりあえずぶち込む。おおおおおおお、レベル9のフォックスよりな、ウルフの方がねレベル9はやばいっすよ、うん、個人的に。ちょっとねあれやめた方がいいかな、うん、空母置いとくだけでいいかもしれない。出たー、でもフォックスも出たー。これ CP 珍しいな、あんなミスするん。ちょっと投げをしていきたい。投げは別に何もなってないんやけどな、カービィ。ただちょっと早すぎるお前キツネ。違う、そこはジャンプしたらあかんやつや。ちょカービィのコンボ忘れとんか俺。いいね、これは CP はね、なぜか当たってくれるんですよね。
ウエスマー、ウエスマを見せていきたかった男、ウエスマー、よっしゃウエスマー、お前アピールしとるところに打ってくるやつがおるか。やべ、今のはちょっとね、これしたかったな。これコンボなるよな。あ、そうそう、これ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 。あー、ミスった。もうなんか、フォックスやから空母当たればいけるぞ、これ。よし、もうここ置いとくわ。ほい、違う。ほい、違う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 。マジ出んわ、これ。もう全然出へんな。で、ファイナルカッターね。うん、こうファイナルカッターばっかやってても普通にいけるわ。いや、飛ぶね。ミセストーン、オッケー。とりあえず勝った試合はあれやな、リプレイデータに保存していくわ。はい、いいですね、カービィ。さあ次行きましょう。ダックハントか、弱体化されたらしいですね、ダックハント。あんまりな、CP のダックハントね、あ、差があるんすよな、CPU のレベル9ってマジでな。弱いキャラはほんまとことん弱いんやけどな。空中 N はほんまに、カービィの技の中ではかなり使いやすいキャラやと思う。あかんか。俺、この空中下攻撃当てるの超下手くそなんよな。あ、でも当たった。惜しい今。おい、お前。あ、ダックハントレベル9はちょっと弱いな。はい、ここはなんか適当に、絶対普段やったら当たらんようなダッシュ攻撃が当たってしまう。おっと、これやばい、こいつ狙いに来てるわ。うまし、メテオ、あ、もう無理か。あ、ミスった。とりあえずもうスマッシュ振っとくだけで勝てる。よし、言った通りスマッシュ振っとくだけで勝てるわ。最後はカービィさんかなんわーって言うとるはずですよ、ダックハントはね。今の気持ち、カービィさんもうやめて使わさいって、かなんなーって。ざまー、よっしゃ次行こうか。じゃあこれと次の試合ラストにしようか。もうな、十何分と取る。マリオか、マリオは弱体化されたっぽいね、シールドの。リプレイデータ保存するの忘れた。おお、お前取る、お前、ちょダッシュ。
ここでスマッシュ。おっと、あースマッシュが出ない、やだもうこれ。ここで見せストーン、前投げちゃう、上投げや、あー上スマ、うらうらうら、ここでなぜかファイナルカッターをぶち込んでいく男、それが俺。もうあと空母一発やけど、あんまり空母狙わん方がいいかな。あーやっぱ狙いすぎやねこれね。これは狙いすぎ。惜しい。もう狙っていいんちゃうか。違うな、今の出せたな。マリオね、クソみたいな鬱陶しいコンボあるんでね、上につなげられる。あれをな、まあ、CP はやってこんのやけど。よしよしよし、今のは甘えだろマリオさん。あ、ファイナルカッターばっかやっててもね、わ、こう飛ぶからな。こいつ、お前マジで、お前こいつ一ビンなよお前マジで、一ビってんじゃねえぞ自分マジで。クソ、どうしな、これお前トルネードしかしてこないよ。ひえー、あーあー、いやこいつ絶対お前ロッカールームでいじめられるやん。おお、こんなトルネードばっかしよる気違いが、こんな可愛い、ちょ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 、惜しい、いったな、いったいったいった、横スマが入らん、これはまずい、やばい、つなげられそうだ、今の甘いかな。よし、この横スマやはりなんか上スマよりカービィ横スマやな、安定してるわこの横スママジで。素晴らしいカービィさん、ちょっと保存せんとな、さっき保存するの完全に忘れてました。はい、さあラストいきましょう。カービィラスト試合いきます。ちょっとねコピー能力は全く見せられてないんやけどね、うーん、やっぱウルフレベルのなブラスターみたいなのがないときついわ。マリオのファイアーボールとかなあって、はクッパか、マリオの次、おマリオの敵取ってや取ったろわっていう、わファイヤーぶち込んできやがった、いきなり。まあ基本的にこいつ空前しとるだけでね、クッパはいけるんですよ、うん、やっててわかる、こんなに空前がヒットするねキャラはなか楽しすぎるなクッパは、ほんまに攻撃がねすごいヒットするんですよ。だ低パーセントやとこの上がねすごいつながるんやけどな、こう空前でももう何でもええわこれ、クッパやったら。ちょっと狙いすぎ、甘いね、じっとしとくのも戦法の一つやわ、作戦の一つ。あ、やばい、ちょっとねカービィの空したコンボしたいな、あれで一気にダメージを稼ぎたい。あ、ちょ、
そして最後に下投げ、あ、3回目あんま繋がらんから、いや繋がったかな、ギリギリ。いやほんまクッパやってて楽しいわ、攻撃繋がりすぎやし。はい、最後はねこのクソみたいなストーンでシール、 おっと、こういう時にストーンでぶち込んでいった、やば、お、なんか結構お前張ってる試合になってきたな、行くかー、カービィなら行くな、それこれはもう一発ソース、いやちょっとこれストーンいけんな、うん、よしよし、まだいける、まだお手玉できる、これやばいぞ、このもうあと1回で食らったら終わる、やばいやばいやばい、もう行ってくれクッパ、うわ、やーって、こんないい勝負するつもりなかったんやけどな、クッパと。うわー、いった、もうマジでそれはないわー、それはないわ、クッパさん。いや、でも負け試合でもあれやな、うん、もうリプレイデータ取っていこう。最後の最後に負けてしまう男、それが私ですわ。オッケー、じゃあまた次回ね、スマブラ動画でお会いいたしましょう。あれ大丈夫、ちょっと e ショップに繋がらんのかな今、うん、オッケー、じゃあ皆さんまたね、バイバーイ。